柴田です。今回は人気マルチエフェクターのアンプシミュレーターを鳴らし比べてみたいと思います。今回鳴らし比べるのはこの2つですね。1つ目が Zoom の G1X4、 そしてもう1つがこちら BOSS の GT1 です。この2機種リリースから結構時間経っていますが、今なお人気のマルチエフェクターです。Zoom G1X4 はですね、1万円以下で購入できて、ペダルまでついているという優れものですね。そして BOSS の GT1、 こちらはですね、まあ、2万円ぐらいですかね、2万円以下ぐらいで買える感じなんですけれども、さすが BOSS、 根強い人気で今もトップクラスの売れ筋です。まあ、価格的にはね、1万円、2万円というところで1万円の差があるんですが、この人気のね、マルチエフェクター音にどんな違いがあるのかっていうのをね、お聞きいただきたいなと思います。今回鳴らし比べるのはアンプシミュレーターで人気の3大アンプ、マーシャル、レクチファイヤー、そしてフェンダーのツインリバーブと、誰もが知っているこの3つのアンプをですね、シミュレートしている音色がどういう違いがあるのかっていうのをやってみたいと思います。はい、では音を鳴らしていきたいと思います。まずですね、マーシャルの1959、どちらの機種もですね MS1959 という風な名前になっております。 EQ なんですけれども、トレブル、ミッド、ベース、12時状態にしておりまして、ゲインは若干上げてますね。2時3時なイメージでしょうか。使用するギターはエピフォンのレスポールカスタム。まずはですね、Zoom G1X4 を鳴らして、その後に BOSS の GT1 をお聞きいただきたいと思います。はい、いかがな感じでしたでしょうか。まあ、第一印象のイメージとしては GT1 の方が太みがあるなと。 G1X4 はちょっとジャリッとしてる感じですね。粒揃いは GT1 の方がいいと思うんですが、荒々しさを求めるのであれば G1X4 の方が向いてると思います。続いてレクチファイヤーいきたいと思います。まあ、言わずと知れたハイゲイン系のアンプですね。今回モダンで鳴らしていきます。EQ は先ほどと同じく、トレブル、ミッド、ベースともに12時状態。ゲインは若干上げて1時2時あたりにしております。まずは G1X4 から聞いてもらいます。というふうな感じでですね、このレクチファイヤーに関しましては色が結構違いますよね。 G1X4 はローがズンズンズンというふうな感じで、ちょっと箱なりっぽいね、空間を感じるんですけれども、 GT1 の方はミッドが出てるようなイメージですね。 GT1 の特徴としては粒揃いがいい。マーシャルもね、このレクチファイヤーも音の粒はすごい揃ってますよね。G1X4 の方がなんか荒々しさを感じます。最後はフェンダーのツインリバーブになります。ツインリバーブなのでね、リバーブをかけさせていただいております。ギターもですね、ストラトタイプに持ち替えました。
EQ の設定は同じく全て12時状態にしております。では G1X4 からお聞きください。いかがでしたでしょうか。まあ、こうやってね3つのアンプを鳴らし比べることによって特色色が見えてきますね。ズームの方は荒々しさ、粒が揃っていない若干散らかった感じのこの荒々さが逆にいいんじゃないかなというふうに思いました。 GT1 はまとまってますね。非常に安定感のある音だと思います。さすが人気の2機種ですね。どちらもいい感じだなと思いました。まあ、1万円以下で買える G1X4 で2万円以下で買える GT1。 皆さんね予算の都合もあるかと思いますので、まあ、ぜひですね参考にしていただいて購入をご検討ください。ご視聴ありがとうございました。柴戸でした。